この春新たな一歩を踏み出した新入社員たちの合同研修会が今日まで静岡市で行われています。静岡焼津信用金庫が主催する合同新入社員研修には17社からおよそ65人の新入社員が参加し、名刺交換などビジネスマナーの実践練習が行われました。新社会人たちは講義中に取ったメモを見ながら一生懸命研修に励んでいました。結構緊張しますね。手が震えちゃったりします、ね、自分自身が差し出しながら相手の名刺をいただくっていうのがちょっとなんか行ったり来たりっていう感じがしてちょっと難しかったんですが、ちょっとこれから慣れていきたいなと思います。